ここからは、東京都の糖尿病予防に向けた取り組みをご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず最初に、この講演会のテーマである、糖尿病予防について、改めてその必要性を確認したいと思います。本日は集まりの皆様におかれては、ご承知のことと思いますが、自覚症状が乏しい、深刻な合併症を引き起こす、脳血管疾患、腐血性心疾患などのリスクを高める、 また、それらにより、生活の質を下げ、医療経済的にも大きな負担を生じさせることから、あらかじめ防ぐことが必要不可欠な病気であります。そのような糖尿病について、どの現状からお話しします。こちらは、合併症の指標である、糖尿病性腎症による、新規透析導入者数及び人口10万人あたり、 糖尿病性人症による新規投析導入率の推移になります。10年前と比較すると、導入者数、導入率ともに改善していますが、年ごとに見ると横ばい増、あ増減があり、全体としては横ばいで推移しています。こちらは特定健康審査の実施率についての東京都と全国の推移になります。 都における実施率は全国よりも高く推移していますが、経年比較としては横ばいとなっています。また、都が策定している医療費適正化計画において、特定健診実施率70%以上としている目標には届いていない状況です。こちらは、農業病有病者予備群の推移になります。厚生労働省の国民健康栄養調査から、 東京都分を再集計したデータによると、平成19年から平成21年までと、平成29年から令和元年までの2つの時期を比較しますと、男女とも減少しているものの、男性が34.1%、女性が23.4%に上っており、依然として多くの都民が糖部を有病者、予備群と計測さ推計されています。 以上をまとめますと、糖尿病性腎症による新規投析導入者数、人口10万人当たり糖尿病性腎症による新規投析導入率は横ばい。特定健康審査の実施率は約65%で、全国より高い水準ではあるものの、都の目標70%以上には届いていない。糖尿病有病者、予備軍については、依然として都民の約4人に1人に上ると推計されるということになります。 悪化しているわけではなく、全国より高い水準のものもありますが、糖尿病予防に向けては道半ばにあり、引き続き予防対策に取り組むべき状況と考えています。東京都はこうした状況を把握しながら、広域自治体として機運調整や普及啓発に取り組んでいます。ここからは都の取り組みをご紹介します。糖尿病予防の機運調整としては、 糖尿病対策の世界共通のシンボルマーク、ブルーサークルにちなみ、ブルーライトアップを11月14日の世界糖尿病デーに合わせて行うとともに、様々な媒体を通じて広報することで広く予防を呼びかけており、昨年も新聞やテレビで取り上げていただきました。続いて、普及啓発の取り組みです。都民をはじめ皆様に活用いただける 予防啓発資材を作成、配布しています。都のホームページにも掲載しておりますので、ぜひ検索していただければと思います。そして、本日の講演会も普及啓発の重要な場となっています。多くの皆様にご参加いただき、お礼申し上げます。また、都は、区市町村とともに国民健康保険の保険者として、区市町村と連携して、検診データを活用した啓発やアンケートを行う事業を実施しています。 その、区市町村と連携した糖尿病予防対策事業についてご説明します。この事業は、令和3年度から取り組んでいるもので、都内の2自治体の国民健康保険部門と連携して、検診データで糖尿病のリスクのある方を抽出、その方々に啓発資料を直接お送りし、事後にアンケートを行い検証するという内容で、年度単位で実施してきました。また、この事業の初年度である令和3年度において、 啓発を行った対象者については、昨年度に追跡アンケートを実施しており、今年度はその分析を行っています。ここからそれらの結果をいくつかご紹介します。今ご紹介した追跡アンケートは、令和3年度に啓発仕様をお送りした方、4532名を対象に実施し、その約4割に当たる1794名の方から回答をいただきました。 こちらは自身の健康状態についてどう思うか尋ねた質問について、ヘモグロビン A1C が要注意の方の回答を抜き出して集計したものです。約9割の方が肯定的な回答をしており、ヘモグロビン A1C が要注意の水準であっても、主観的健康観に影響せず、尿病予防対策の難しさを示す結果であると考えています。続いて、 こちらは健康づくりのために行っていることについて尋ねた質問に、検診の受診と回答した約8割の方について、糖尿病について知りたいことの質問に、どう回答されたかを示すグラフになります。半数近くの方が早期発見の方法と回答しており、検診の受診をしていても糖尿病のリスクを確認する機会が、 糖尿病のリスクを確認する機会と捉えていない方が多いと考えられます。こちらは運動量を増やすために意識して行っていることについて尋ねた結果を示すグラフです。身体活動には運動にあたるものと生活活動にあたるものがありますが、階段を使う、早歩き、座りすぎに気をつけるといったあたりを意識して行っている方は、 比較的少ないことが見て取れます。身体活動を増やすためには、こうした生活活動を意識していただくことも有効であると示す結果と考えています。以上は追跡アンケートの結果のご紹介でした。これ以外にも、先ほどご説明しました通り、今後の糖尿病予防対策に活かすため、区市町村と連携した糖尿病予防事業で実施したアンケートについて、 検診データを用いた分析を今年度行っています。ここでその分析を一つご紹介します。こちらは追跡アンケートで運動量を増やすために意識して行っていることについて尋ねた質問について、ヘモグロビン A1C が改善している方、悪化している方、それぞれの回答状況を示したものです。 先ほどご説明した生活活動にあたるものを水色で囲っていますが、改善している方々は悪化している方々と比較して、生活活動を運動量を増やすために意識して行っている傾向が見受けられます。ここまでご説明した追跡アンケートとデータ分析についてのまとめです。ヘモグロビン A1C が要注意の方でも、 健康状態が良いとされ、する方が多いことから、自覚症状が乏しいことや、誰にでもリスクがあることなど、糖尿病の正しい知識を知っていただくことが重要です。また、検診を受けていても、結果を活用しきれていない可能性があることから、検診の意味や結果の見方などを知っていただき、活かせるようにしていただくことも必要です。最後に、身体活動について、運動にあたるものだけでなく、 生活活動も含めて啓発するなど、日常生活の中で無理なく取り組んでいただくようにすることが大切であると考えています。糖尿病も糖尿病予防に近道はないと思いますので、今後も皆様とともに地道にのの健康づくりりり後後押しに取り組んでまいりまいす今後とも糖尿病予防対策へのご理解とご協力をお願いします。以上。 ここまで東京都の糖尿病予防の取り組みのご紹介でした。どれはこの他にも健康づくりを支援する取り組みを行っています。ここからはそのいくつかをご紹介いたします。健康づくりにお役立ていただけるサイトをご紹介いたします。Web ページ気軽に実践健康づくり応援ガイドは日常生活の中で今できることから取り組めるトゲコウづくりについて紹介するサイトです。心、睡眠、 運動、食生活、飲酒喫煙、検診、検診受診の5分野について、日常生活の中ですぐに取り入れられる内容をたくさん掲載しています。また、プロスポーツ選手をはじめとした関係者の具体的な実践例により、説得力のある健康づくりを提案し、都民の健康づくりをより効果的に推進するため、FC 東京と連携し、w e ページ、 申し訳ございません。ウェブページ、気軽に実践健康づくり応援ガイド内に FC 東京特集ページを開設しています。ぜひ、事業所内や地域での啓発にご活用ください。その他、皆様の健康づくりの取り組みを後押しするため、健康づくりに関わる皆様や、一般都民向けに、生活習慣病予防に関する情報などを発信する、東京健康ステーション、内務別の相談窓口などを掲載する、 心と命のホットナビ。区市町村等が作成したウォーキングコースを集約して掲載する東京ウォーキングマップ。女性の健康や女性特有の病気について漫画などでわかりやすく解説する東京女子健康部などでさまざまな情報を発信しています。健康づくりに必要な知識や実践に必要な情報を盛り込んでおり、また事業所、医療保険者、 自治体などにおいてもご活躍、ご活用いただけるコンテンツもございますので、どうぞ皆様におかれましても周知やご活用をお願いいたします。それでは、この他にも健康づくりを支援する取り組みを行っています。お時間の都合によりご説明を割愛させていただきますが、ぜひ資料をご覧いただければ幸いに存じます。この発表を終わらせていただきます。 ぜひ本日の内容をご所属内で共有いただき、糖尿病予防の取り組みに生かしていただければ幸いに存じます。ご清聴いただきありがとうございました。